こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアーを始めていきます。今回は5位のキャピタル東京です。選手データです。これすごいな。 S部が多いよね。まあ、下 D も多いんだけど、やっぱり今回も厳しい戦いは確実ですね。国分とかキャンデロロとかすごいな、これ。ゴールの方が多いのか。要するに攻めて守れる選手が多いってことですかね。このイゴールっていうのがフォワードになるのか。イゴールですね。このイゴールを警戒しないといけない。それに比べて我がチームは、こんな感じ。 S があるのはくるみの一番右ハートの部分だけ。やっぱり力差は歴然としてますよね。と、N1 は、1年はやっぱり早かったんじゃないかなっていう気はします。スタメンです。緑をエリカに変えましょう。ユーナの出る幕がないのがちょっとな。ユーナいいやん。ユーナは幸子を代わりに使おう。こんな感じかな。戦術はこのワントップなんですね、イゴール。さあ、ホームにもかかわらず勝率は下回ってしまっている。相手が悪そう。この後最下位からもう拾っていくしかないですよね。おっと、結構いいとこ行ったか。守備も鉄壁だよな。さあ、チャンスだが。いい。結構打ちましたね。ここは確実に行きたい。右へ、逆サイドへ。中から、うん、ちょっと遠かないかな。でも結構、いい線は行ってますよね。攻めてる。お、ミオが超えた。あー、残念、エリカ。ファールじゃない。バックパスして。あ、これはファールだ。お、イエローカード。今、当たり強かったですよね。さあ、エリカとキーパーに阻まれた。ナーコナイス。
あっと、ここはちょっと気をつけないと。うわ、超えられた。キャンデルをすごいや。当たる。さあ、ここは気をつけないといけない場面。あーっと、高い。本当ですね。国分だ。ディフェンダーながら、ゴールを決めている国分。おっと、さあ、守備が厚いですね。しかもその守備が、時は攻撃に参加できるんだから、やっぱりこのチームは強い。5位だったんだけど、昨年1位じゃなかったっけ？オフサイドか。そろそろなんかスタミナ切れ出してきてるような。これで前半終了です。さあ後半、さあ、なーこ、あーっと、防がれた。さあ、チャンスを作る？くるみ、あーっと、決まった！同点！なんと追いついた。くるみ、これはバーに嫌われたが、いやー、信じられないですね。同点に追いつきました。いや、いいですね。パスもなかなか、理にかなった試合で、ここのプレーではかなわないものの支配してます。が、ピンチを脱している。さあ、そろそろ、選手交代の時期だが、サイドバックか。誰を変えるか悩むとこですが、サヨかな。サヨをサツキと変えて、そのサヨをウィングに持っていって、おっと、イゴールが。これはちょっとピンチだ。さあ、コート開封が。ちょっとさすがに息が切れてきたか？対応できません、開封のヘッディングに。まどかとまなみを変えましょう。それは捉えますよね。おっと、はず。そしたらこのまま出ていきそう。
さあ、これで交代枠使い切りました。見よう、おっと正面高いですね。とにかく相手が、でもまだチャンスは続きます。下左右冷静です。彩香ナイス。あーっと開封に捉えた。完全に隙を突かれたが、無理なシュートをしたんでこれは助かりました。ちょっと流れたぞ。ナナコ、そう、高い。とにかくディフェンダーが高いですね、このチーム。ああ、1対1。おっと？意外と？ああ、ここで試合終了ですね。まあ、最後はすごく虫の息で、フィジカル面を上げないといけないなっていうのは、とかく感じました。あと、高さですよね。とにかく守備陣が高い。うまく揺さぶりをかけて、下からシュートを打つしかないですよね。キャンデロロ、これが結局選手点の、相手の選手点の布告になりました。国分、この、攻めても強い国分が、選手点。そのまま後半へ。チャンスも結構作るんですけどね。さあ、そしてその後半7分。くるみがうまく回ったところをエリカが、羽生田がうまかったですよね。ちょっとくるみへ決めてほしかったけれども、完全にこれ裏かかれちゃいましたよね。開封対応できず、ディフェンダー。その後再三キャピタル東京チャンスなんですが、なぜか不用意なシュートが多い。まあ1点差でしたけど、もう完敗ですね。ボールの支配率はこちらの方が高いのか、シュートも8本、枠内も3本なんですよね。まあとはいえ力差歴然ですよね。これで、やばいですね。入れ替え戦圏内へ落ちてしまいました。まあ、高知シマントスや佐世保ドックスには勝たないといけないですよね。まあ、シリーズは 100%。いませんね。はい、というわけで次は C のリバセ大阪です。ここはもう脇の選手を入れてもう諦めるしかないと思います。やっぱり強いですからね。はい、というわけで、次の試合は期待せずに見てください。まあ、どんだけフルボコイされるかを見る試合ですと、すごい自重気味になってるけどな。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。